34歳の李文ンさんは去年12月原因不明の肺炎に気付いて他の医師らと SNS 上で SARS ・重症急性呼吸器症候群が発生したなどと発信していましたこれは当局が原因不明の肺炎患者発生を発表するよりも早く公安当局はデマを流したとして8人を摘発し李さんは訓戒処分を受けていました 李さんはその後発熱し感染が確定して入院中でしたが今日未明に亡くなりました一方、中国の衛生当局は先ほど中国本土の死者が新たに73人増えて636人に上ると発表しました感染者は3万1161人に達しそのうち4800人